ここはハードオフ豊橋店だよ。ハードオフ豊橋店パート2だぜ。それじゃあ早速店内を見ていくよ。今回は中古品も中心に見ていくよ。それじゃあまずは中古パソコンを見ていくよ。これは15万4000円もするぜ。これは第9世代コア i7 だね。 RTX2070 がついているよ。値段は高いけどとてもハイスペックだね。こっちは1万3200円だぜ。これは AMD だね。 CPU 性能はコア2デュオより低いよ。グラフィック性能ならコア2デュオよりも上だけどね。これは3万3000円だぜ。これは第1世代のコア i7 だね。これはハードオフが得意なコア i7 だね。これはいつまでもここに居座り続けることになるね。誰か知らない人が来たら買っていくかもしれないぜ。ケースはやけにかっこいいね。こっちは5万5000円だよ。これは第9世代のコア i5 だね。さっきの第1世代よりもずっといいぜ。こっちは6万6000円だね。これは第8世代コア i3 だね。GTX1050 がついているね。これはコスパがいいことで有名なんだぜ。隣は9万9000円だね。これは第8世代コア i7 だね。グラボは GTX970 がついているね。さっきの6万6000円のやつに CPU を換装した方がコスパがいいんだぜ。コア i7-8700 は CPU 単体でも2万円台で買えるもんね。こっちにはノートパソコンがあるよ。これは8800円だね。これは第1世代コア i3 だぜ。これは Windows 7がインストールされているんだね。これは1万1000円だね。第4世代のセレロンだね。電気が効かないものがあるぜ。性能は低いけど第4世代だと機能が充実しているね。こっちは2万2000円だよ。これはなんと第1世代コア i5 だね。古い割には値段が高いぜ。 Windows 7だから高いんじゃないの？ Windows 7はドライバーが自動で当たらないもんね。こっちは1万6500円だね。これは第4世代のセレロンだぜ。これは企業が使っていたのかな？ケチな企業が廉価なセレロンも使うことが多いもんね。こっちは2万7500円だね。これなら第4世代のセレロンの方がずっといいぜ。これは年式は新しくても性能は低いんだよ。こっちはなんと5万5000円もするね。第8世代コア i5 の U モデルだね。これはコア i5 でありながら4コア8スレッドもあるんだぜ。ハードディスクなのが残念だね。ラムの容量も残念だね。こっちはなんと11万円もするね。これは第7世代コア i7 だぜ。なんと GTX1070 がついているよ。これなら快適に動きそうだね。値段は快適じゃないけどね。中古品コーナーにジャンク PC が売っているぜ。これは1万6500円だね。時間が経つと電源が切れちゃうんだよ。CPU の熱暴走かな？しかし値段の割にはスペックは全然大したことないぜ。第2世代コア i7 だもんね。これもジャンク品だよ。値段は2万2000円だぜ。これは第3世代コア i7 だね。光学ドライブが NG でジャンクなんだね。ノートの光学ドライブは交換がやりにくいよね。これはなんと4万4000円もするぜ。液晶破損でほとんど見えない？第6世代コア i7 の低電圧版だよ。この性能で壊れてて4万4000円じゃ高いよね。赤い文字で大きく NG と書いてあるぜ。隣は2万2000円だよ。これは第6世代コア i5 だね。さっきのやつよりずっとマシだよね。ニコイチにするように置いてあるんじゃないのか？ニコイチにしたら6万6000円になっちゃうね。これは紅に染まっているね。値段は4万4000円だね。これも液晶破損しているぜ。第8世代コア i7 の低電圧版だよ。壊れてないやつが普通にこの値段で買えちゃうよ。外部出力で映ってもノートパソコンの意味をなさないよね。外部出力ならデスクトップの方がずっといいぜ。SSD が暗号化？
SSD はないってことだよ。これは22,000円だね。液晶が暗い上にスペックは。第2世代コア i7 のしかも2コア4スレッドだよ。画面はフルハイビジョンだね。リカバリーディスクもついているんだね。しかしこのスペックで22,000円は高いぜ。こっちにはグラボがあるね。これは19,800円だね。GTX 1060だね。これは 3GB だぜ。奥にも GTX 1060があるね。これは27,500円だね。これは 6GB だね。こっちは7,700円だぜ。これは RX460 だね。グラボが高騰しているうちはこれでしのぐのが一番だね。こっちは16,500円だね。これは GTX970 だぜ。これは11,000円だね。これは GTX680 だね。こんなグラボでも11,000円なんだね。こっちは9,900円だぜ。これは GTX950 だね。さっきのやつより年式が新しいんだね。こっちには CPU があるよ。第2世代コア i5 が4,400円だぜ。第3世代コア i7 が11,000円だよ。第4世代コア i7 が13,200円だね。同じ第4世代でも計なしだと11,000円だよ。少しグレードが下がると9,900円だぜ。なんと第2世代コア i7 が7,700円もするよ。さすがにこの値段じゃ誰も買わないよね。第9世代コア i7 が33,000円だね。こっちには珍しい第5世代コア i7 があるぜ。値段は22,000円もするね。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。面白いゲームはあるかな？初代プレステのソフトが青箱に入っているぜ。さすが中古品は値段が高いね。こっちにはファミコンのカセットがあるよ。ジャンクは全然なかったけど中古品はたくさんあるね。これは330円だぜ。これは筋肉マンだね。値段は550円だね。ぐるぐる回していったらファミコン以外のソフトもあったよ。任天堂64のソフトもあるぜ。ゲームボーイのソフトもあるよ。これはみんな大好きセーラームーンだね。値段は880円だね。ここに面白そうなカセットがあったぜ。値段は330円だね。それじゃあこれは買っていくよ。こっちにはスーパーファミコンのカセットがあるね。これはあの有名なサンリオだぜ。サンリオは可愛いよね。値段は880円だね。これはあの有名なゴエモンだね。これはジャンクでも結構高いんだぜ。こっちにはパソコンゲームがあるね。おやおや、希少な MSX のカセットが箱付きだよ。値段はなんと7700円もするぜ。これはドラゴンクエストだね。MSX にもドラクエがあるんだね。こっちは3300円だよ。鳥山明が書いているのか。そういえばドラゴンボールに似てるよね。ドラゴンクエストとドラゴンボールは名前も似てるね。この裏の画像を見るとプレイしたくなるね。ここに超難関のアクションパズルがあるぜ。これはキャッスルだね。値段は5500円だね。王子様がお姫様を助けるゲームなんだよ。これをクリアするのは至難の業だぜ。エミュレーターでプレイしたことがあるよ。動画にしたけど全然見てくれなかったね。興味があったら概要欄のリンクから見てね。しかし箱付きは本当に貴重だぜ。MSX のカセットがたくさんあるね。これだけ MSX がたくさんあるお店も珍しいよ。しかも箱付きだもんね。3300円ならそんなに高くないぜ。MSX はパソコンなのにロムカートリッジでゲームができるんだよ。こんな感じのカセットなんだよ。どちらかというとファミコンのカセットに似てるよね。ファミコンのカセットよりも角張っているのが特徴だぜ。ファミコンのカセットよりも値段が高いのも特徴だよ。仕方ないよ、数が少ないんだもん。MSX 実機もあまり売ってないよね。MSX 実機も希少価値が高いんだぜ。安いやつがあったら買っていこうと思っているけどみんな高いね。
一番安いやつでも2200円だね。今度はゲーム機を見ていくよ。任天堂Wiiが安いぜ。これならジャンクを買うよりも安心だよね。1650円なら保証ありの中古の方がいいね。こっちにはメガドライブがあるね。値段は9350円だぜ。その向こうにはセガサターンのジャンクがあるよ。値段はなんと2万2000円もするね。ディスクの読み込みができないのに2万2000円もするね。スケルトンだから高いんじゃないのか？スケルトンはプレミアがついているんだね。普通のセガサターンはもっと安いよ。さっきのスケルトンの側だけが欲しいね。側だけ取り替えれば動作品になるね。こっちには PC エンジンがあるね。値段はなんと1万6500円もするぜ。 PC エンジンって結構高いよね。こっちにはプレステ2があるね。値段は1万6500円だね。こっちは1万9800円だぜ。プレステ3が7700円だよ。これはとってもお買い得だね。それじゃあそろそろ帰ってファミコンのカセットで遊ぶよ。今回買ってきたゲームは1機だぜ。これはとっても面白そうだね。それじゃあ早速遊ぶよ。スイッチオーン。青い画面から先へ進まないぜ。これはとってもおかしいね。おかしかったら笑えばいいんじゃないの？こういう時はこれが役に立つよ。接点復活剤でレトロゲームが復活するぜ。スイッチオーン。ゲームが起動したよ。やったー、これでゲームができるね。これはクソゲーだって言われているゲームなんだぜ。でも面白そうだよね。モルミンが大勢で反乱も起こすのが一気なんだけど、これは一人なんだよ。でもやってみると結構面白いよ。面白ければなんだっていいんだぜ。これはグラボなしでも快適にゲームができるもんね。ご視聴ありがとうございました。